きり言ってですね、国民は岸田政権を全く支持していません。これは政治資金の問題もありますけれども、適材適所でお選びになったはずの政務官、そして副大臣、次々とスピード辞任されていますよね。しかも財務副大臣がですね、税金滞納と差し押さえで辞任というのは本当にありえないことだと思っています。さらにですね、国会でもこの番組でも繰り返し私たちは言っていますけれども、補正予算も物価高対策も額が少なすぎますし、スピードが遅すぎると思っています。補正予算13兆円のうち、物価高対策たったの 2.7 兆円です。それ以外は維新さんの大阪万博とか、保険証を廃止してマイナカードに統合するとか、無駄な予算で膨らんでいる。コロナからの回復と物価高対策のために少なくとも30兆円の財政出動が必要だと私たちは言っています。何より消費税の減税です。時事通信の調査では、国民の6割が消費税の減税を求めています。なぜやらないのか、自民党さん、公明党さん、そして立憲民主党さんもぜひこれやっていただきたいと思います。